こんにちは、久木です。本日はアジアチャンピオンシップについてお話ししたいなと思います。近年は国際大会も増えていて、 WBC に加えプレミア12、さらに2021年には五輪もありました。その中で間もなく始まる2023年、アジアプロ野球チャンピオンシップ、他の国際大会とは異なり、日米野球やアジアチャンピオンシップはある程度若手中心のメンバーだったり、今回も基本的に24歳以下の選手たち、オーバーエイジ枠は29歳以下の3人までになります。なので結果はもちろんそうですが、長い目で見てある程度経験を積むこと、今後の代表ということも考えられた選出になることが多いです。その中で前回のアジアチャンピオンシップも優勝、前回はどんなメンバーだったのか、今回の動画は前回のアジアプロ野球チャンピオンシップの代表、そしてどんな戦いだったのか、簡単に振り返ってみたいなと思います。稲葉監督初の国際大会、金子誠コーチ、立山コーチ、村田義則コーチ、岩田コーチ、清水コーチで、今大会の監督は岩田監督となります。その中で選出された選手を投手野手ともに見ていきたいと思います。森選手がウィンターリーグ、そして吉田正尚選手が手術明けで事前から辞退が決定、2017年の成績がある程度ベースになって、各ポジションの選手たちを2017年の成績ともにお話ししていきたいなと思います。まずは先発、田畑選手、今永選手、薮田選手、田口選手の4人が選出。もちろん先発救援ともに考えられていると思いますが、基本的に先発想定とされている選手は4人選出。山岡選手が辞退となりましたが、基本的には先発投手で経験がある選手は多く選出されました。2017年、薮田選手は優勝に貢献し、最高勝率というタイトルをつかんだシーズン。田口選手も2桁勝利、今永選手も2桁勝利で日本シリーズでも好投がありました。実際3試合なので、先発したのは薮田選手、田口選手、今永選手の3人でした。そして救援投手、山岡選手の辞退枠で野田選手が選出。この中でオーバーエイジ枠に又吉選手がいます。山崎康明選手はこのシーズン、レギュラーシーズンからポストシーズンまでフル回転のクローザー。さらに又吉選手もシーズン途中には先発転向があり、100イニングを超えていました。平井選手は1年目、野田選手、近藤選手が2年目、期待の若手枠的なところに石崎選手や堀水木選手らが選出された形になります。堀選手はまだ1軍で経験はほとんどなかったですが、抜擢の代表入りというところはあったかなと思います。ある程度守護神的に山崎康明選手、セットアッパー的に近藤選手や平井選手、又吉選手らを中心に起用想定だったかなと思います。そしてキャッチャーは本来森選手を選出したかったところではありますが、海外ウィンターリーグに派遣、キャッチャーとしての経験を積む方針があったそうです。で、近藤選手はキャッチャー登録ですが、基本的に DH 起用での想定、圧倒的な活躍で NPB 初の4割も期待される内容ながら、離脱と怪我明けでもあったので、長期的にスタメン出場ということは考えられていませんでした。その中で当時頭角を現し始めたシーズンの甲斐拓也選手がオーバーエイジ枠で選出、高卒キャッチャーである程度一軍でも経験のあった若月選手、田村選手の選出という形になりました。そして内野手、当時ルーキーで新人王も掴んだ京田選手、源田選手という守備力の高い選手が二遊間として出場したことが大きく話題を集めました。殿崎選手が外野、西川龍馬選手がサード、松本剛選手が外野と、まあ、本来の登録や今異なっている起用となっている選手たちもいますが、当時殿崎選手、山川選手のブレイクイヤー、さらに松本剛選手もかなり時間はかかっていましたが、一軍で多く出場ができた、いわゆるブレイクイヤーに近いシーズンで、中村翔吾選手は経験があるセカンドではありますが、他のポジションはかなり2017年のブレイク的な選手で固まっていました。実際西武はこの後2年で強力野手、特に源田選手、殿崎選手、山川選手ら中心に連覇を達成できていて、当時はかなり若手が元気、投手でも3人の選出があったり、本当にチームとして多くの選手が選ばれました。そして外野手はこの3人で、オコエ選手は多く出場できていたわけではないですが、起爆剤的な活躍、身体能力や将来性等も期待され選出。桑原選手は2017年シーズンの上位進出、日本シリーズも出続けた選手、上林選手もブレイクイヤーでこのシーズンに初の2桁本塁打を達成。今でこそなかなか2桁本塁打ブレイクという選手はリーグ全体でもなかなか出てきませんが、このシーズンは上林選手、殿崎選手、山川選手、松本剛選手、京田選手、源田選手とルーキー含めて結果を残せていた若手選手が多かったんですよね。ここに吉田正尚選手や森選手も事前辞退とはなりましたが、選出可能性があったことを考えると、そうそうたるメンバーでもあります。その中で3試合を簡単に振り返っていきたいと思います。
まず初戦の韓国戦、相手のミスから先制点を奪いましたが、先発の薮田選手がホームランを被弾、ピンチの場面で近藤選手も火消しとはならず4失点と苦しい展開。ただその後山川選手のホームランで追い上げ、9回に押し出しで同点。ただ10回にはタイブレークの中で又吉選手が3失点、正直かなり厳しい点差にはなってしまいましたが、10回に上林選手が同点スリーラン、さらに田村選手のサヨナラタイムリーで勝利。堀選手はまだプロ初勝利がなかったので、プロ初勝利より先に日本代表で勝利という珍しいケースになりました。初戦からかなり苦しい戦いで、少し今後も心配されていましたが、2戦目今永選手が先発、殿崎選手がソロホームランで先制し、先発の今永選手が三振を量産し、しっかりと試合を作ると打線が活発、上位打線が非常に元気で相手の四球等で8得点。平井選手は終盤に苦しい投球もありましたが、初戦とは打って変わって快勝でした。そして決勝戦、初戦苦しんだ韓国相手に田口選手が7回無失点と素晴らしいピッチング、打撃陣は非常に活発、さらに相手の四球もしっかりと生かし7得点、完封リレーで勝利。初戦対戦した韓国相手でしたが、危なげなく優勝をつかみ取ることができました。当然この大会はトップチームで、 WBC のように MLB 組が多くいるというわけではありません。今回の大会も24歳以下、さらに入団3年目以内の選手という条件があって、オーバーエイジ枠も決まっています。まあ、その中でも本当に強力なメンバーを出すことができるというのは、日本のレベルの高さを見せられているのかなと思います。まあ、ある程度こういう戦いでも上位を期待される日本代表ですが、稲葉監督の友人でもあるこの大会の初戦の苦戦は相当厳しかったと思います。ただその後2試合連続で快勝できたというのは本当に良かったところではあるかなと思います。そして代表選手たちの現在がこちらです。はい、24人が選出されましたが、すでに5人が戦力外、もちろん FA や MLB と自ら望んで他球団に移籍した選手もあり、今季 FA 可能性という選手もいます。また現役ドラフトやトレードと球団主導の移籍もあったり、すでにチームからいないという選手も数多くいます。もちろんこの年はブレイク野手が多かったところで、現在も一軍主力となっている選手は決して少なくはありませんが、すでに当時主力的な期待だった上林選手が戦力外、さらに先発した矢部田選手、そして先発の可能性もあった田畑選手も戦力外、野田選手、石崎選手もリリーフで選出されましたが戦力外となってしまいました。実際に日米野球はこういうアジアチャンピオンシップというのは、何度も申し上げている通り若手中心でもありますので、ややトップチームとは異なる部分があるとはいえ、こういう代表に選ばれるくらい全体で期待をされている選手でも5年経つと苦しくなったり、なかなかレギュラーをつかめない、そんなケースもそこまで珍しい話ではありません。かなり投手のレベルが上がっていて、投手でのチーム内での入れ替え、さらに野手で少し成績が苦しくなってレギュラーをつかめない、そういうチームも決して少なくありません。西武に関してはこの時多くの若手選手がブレイクシーズンとなっていたり、主力的な野手が強力ではありましたが、その後は度重なる流出だったり、パフォーマンス低下というところも目立ってしまいました。で、今回の代表もある程度若手、近年はブレイク野手がなかなか出てこれていないので、ある程度各チーム若手中心ではありますが、基本的にその中で中心となっている選手も多いです。当然国際大会規模はさほど大きくない若手中心とはいえ、井端監督偉人の国際大会、当然勝ちに行くことが求められます。ペナントレースやドラフトだけではなく日本シリーズも終了、その中で3試合行われるアジアチャンピオンシップ、今年のメンバーも大変豪華、オーバーエイジ枠は今井選手、坂倉選手、田口選手、そして4番として座ってくれるのは2023年 WBC でも活躍した牧選手になります。もちろんそういう選手たちも出ていて、今後の国際大会日本を背負ってもらうという期待も込められているのかなと思います。今回もこういう国際大会、今回もスタメンをどうするのか考えるのも楽しいですし、今大会もしっかり優勝を果たしてほしいところです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。